セオリツキンね。それでいいのかな。じゃあ皆さん、ちょっと絵を描きながら、どうすると入るのかな。入るかな。入るかな。ちょっともうちょっと話した方がいいかな。それで絵を描きながら喋ったりする感じをそのままご覧いただきましょう。いいね。で、今ですね、私は竜を描いてるところ見えます。ここね、竜描いてます。竜はこのパラレラーズの世界の中で一元と異次元をつなぐような東洋にも西洋にも竜はいるんで、人々の想像力の中にいる生き物で、このいざなう、存在で勇者のここでいうダンテの旅立ちを見守ってるっていうか、そんな感じで、私は宇都市で竜のアートを描いてるんですよね。竜っていうのは私にとってすごいシンボリックな大事なモチーフなんですけど、人の文化交流もやってるわけなんだけど、映画祭なんかもこういろんな国で行うんですが、その国やその地域の人々の竜と交流するイメージなんですよね。その国やその地域の竜と仲良くなれば、なんか映画祭が成功したり、もう今、歳三の刀が作ってるけど、この交流が本物になるみたいな。でもこう、政府だからかしこまってっていうよりは、お互いの想像力同士で遊ぶみたいな、そんな感じなんです。山本さんは活動士なんでしたっけ？活動士です。山本さんはその今まで竜とか、あれこの間竜舞台に出てきましたね。あ、そうですね。竜が出てきますよ。これはオロチとしてね、出てきたりね。あの、演目の中に出てきますね、竜は。これ私書いたんだよね。あ、そうですね。そういえば。鱗をね。鱗を。あれは、いただきましたね、あの、何神楽でしたか？岩見神楽。岩見神楽。はい。岩手県？あ、いや、あ、広島とか。広島。はい。山口県とか、あの辺の地域の。もともとは、その地域の方々が、あの神楽を、で獅子舞みたいに踊ったりするってことなんですか？そうですね。あの、蛇腹、提灯の構造、同じような構造でですね。うん。だから、提灯がこう、普通これぐらいですけど、これは延々と長い。うん。みたいな。で、蛇の胴体を表したりしてですね。うん。で、その蛇の胴体の部分を書いてもらったんですよね。そうなんですよね。あの、ね、そうそうそう、あの、長いくね。でっかくてね、長い。長いの書いたんですね。そう、でも楽しかったですね。あれはそうですね。まだ映画の、さ、日本でのね、映画の撮影が始まる前だったんですけどね。うん、その前に、大きな、共同で、プロジェクトでやってもらったやつですね。では5月の宇賀津田さんの舞台で発表されたんですよね。そうですね。また11月にも公演があるんですか？そうですね。11月の5日にまた、豊洲のステージアラウンドシアターということでやる予定です。360度回転するという。あ、そうですね。はい。すごいですね。そこでも私の書いた竜は出るのかしら。一応その予定ではあります。
すごいなぁ。すごい。この、今回書いてる絵は、宇賀津田さんの新曲という、今度11月にも再演する、舞台。はい。とも連動したテーマなんですよね。そうですね。これはどういった絵柄なのかしら。こっちはその、地獄の門に通ずるその場面なんですけど、まあ地獄の門でもね、ちょっとだいぶ AI さんは大げさにというか、ダイナミックな地獄の門を書いてくれたんですけど、普通はまあ、一人通れる、一人二人がね、通れるぐらいの、このどこでもドアのでっかい版ぐらい。日本だと西洋美術館の入り口に、あります。ロダンの地獄の門の、あの彫刻がありますよね。あの考える人っていうのは実はあの地獄の門のパーツの一つだったんですね。うん、確かにあの真ん中の一番上にこう考える人いますね。そうそう、今度じっくり見てみようと思いました。まあその地獄の門を通して、うん、死後の世界、死者と対話したりするんですけれども、うん、死者ってどなたと対話するんですか？私たちの演目の場合は日本の死後の世界に、迷い込むっていうストーリーで、うん、まず最初にはスサノオノミコトに出会い、うん、その後神宮皇后、そして、源の義経、うん、で平の常政、うん、平の友盛というのが出てきます。最後には冥府守護神修羅王というのが出てくるんですね。ラスボス的な、そうだからそこにもね出てあの修羅王ね、これ修羅王になるとね思ってるんですね。だから後ほど、どんなビジュアルなんですか？私のね、我が君の演目の中に出てくる修羅王はですね、はい、髪をしてですね、まあ、こういうビジュアルですね。あ、なるほど、これから赤い髪になるんだ。そうですね。へぇー。赤い鬼の青と、うんうんうん、で服は黒い、ね、うん、どうやってその出会う登場人物を選んでいったのかしら。今回の新曲っていうのはオリジナル演目で、脚本も源さんが執筆されたんですか？そうですね。基本的には私がベースというか、あれを考えて、ね、その、男女の新曲っていうのを、こう、下敷きにしながら、うん、登場してくるキャラクターっていうのを、日本の、まあ、キャラクターに伝えたりしてですね。この日本のキャラクター、佐野の見事とか、はい、出会う人たちは、どういうイメージで性格をしたのかなと。そうですね。最初、その、まあ、その、そうですね、その、死後の世界で、その、ダンテが、うん、亡霊というか、まあ、死者と出会うんですね。うん、死者と出会って、うん、で対話する。うん、それで、生前はこんな感じでことがあって、今はこういう地獄に落とされ、落ちて、このように苦しんでいますとかっていう、まあ、話を聞いたりするんですよね。うん、でそのありさま、光景がですね、うん、能のやりとりと全くもってこう通ずるところがあって。能のやりとり、能というのはですね、うん、旅の僧とかが、うん、ある時ですね、その、よくその辺の土地のことを詳しい人に出会ったりして、うん、よく詳しいですね、なんて言うと、実はね、みたいな感じで、う
一度こう消えていくんですけど、うん、後ほど過去の、うん、その、まあ、甲冑武者のような姿で、再度登場して、うんうん、それで自分は、まあ、この界隈でね、亡くなった、戦死した、なんとかという武者ですとかって言ったりするんですよ。うんうん、で、その生前にそういう、戦によってですね、人を殺めたりする人が落ちる、修羅道っていう地獄に落ちて、毎日のように、こう、戦いに明け暮れる苦しみを味わってますとかっていうことを語ったりするんですよね。で、それが本当にそのダンテの神曲とそっくりで、うん、で、その、まあ、その問題は、大体はその、現世というかね、人間の世界に、亡霊が出てきてしまうというパターンなんですが、うん、ダンテの神曲の場合は、地獄にダンテが生きたまま行ってしまう、うん。迷い込んで、で、そこで、様々な、うん、死者たちと出会い、話を聞き、うん、そして、そこで、まあ、その生き様などを聞くことによったりして、変化をしていく。どんな話を聞くんですか？例えばですね、うん、まあ、本当はその戦いたくなかったというかですね、その戦っている姿をあまりこう見られたくないというふうに、こう恥ずかしいっていうふうに表現をする人だったり、それどうなったんですか？それ常政っていう医者なんですけど、うん、その人は琵琶の名手でしてね、うん、でそういう自分の方がやっぱり好きで、うん、そういう姿も、まあ、ダンテが見て、うん、そっか、武士っていうのは戦ってるばっかりではなくて、うん、そういう楽器を奏でたり、うん、歌を、まあ、和歌を読んだり、うん、ダンテっても詩人なんで、うん、そういう意味ではその自分と変わらず、うん、文化教養人であったっていう側面を見たりしてですね、うん、あの詩人感を覚えたり、うん、あるいはですね、平の思いがあった時にはですね、まあ、半分最初はこう怒り狂って襲いかかってくるんですけど、うん、その後正気に戻って、うん、それで自分のことを考えたりしてですね、うん、あるいはその壮絶な死のアリス様の怒りを、怒りで、常に怒りを持って、海中に沈んでいく姿とかを見てですね、うん、死に玉っていうのをこう見て、この衝撃を受けたりしてですね、うん、いうこととか、その、まあ、自殺自害なんですけど、うんダンテの世界では自殺っていうのは罪になるんですが、武士の世界ではそういったものが、こう、美徳のように、まあ、語られるというかですね、そういうところにも衝撃を受けたりして、しかもそれが、その、まあ、美しさっていうことにも、こう、なんていうかな、感じるものがあって、で自分が信じている価値観だけが全てではない。っ
結構揺らぎを覚えるんですね。揺らぎを覚える、だんだんその自分が、こう、うん、自負とか、その自信みたいなものに持ってたものが、こう揺らいでくるのかな。うん、まあ、そういうことを通してですね、最後はその白道の、まあ、中央部にたどり着き、うん、白尾っていうのに会うんですけど、うん、ものすごく恐ろしい様相というか姿なんですね。うん、で、落ちたかってくるに対して、うん、またこう立ち位置できないんですね。うん、でそこでそのベアフリーチという永遠の恋人が登場してですね、うん、で入居して関係を守ってくれるんですね、うん、でもそれのある種のですね、入居してっていうことなんで、ね、自殺行為とか、そういうその自分の命を託して、うんうん、守られたという、そこからまた一つスイッチが入りまして、うん、で、武士の心が芽生える、目覚める、うん、武士のような、その不動心、うん、脳の中に登場してくるし、うん、よく、誰それ、例えば義経、うん、少しも騒がずとか言ったりするんですよ、うん、少しも騒がず、相手が怖い相手がいても、うん、少しも騒がず、その平常心を保つというかですね、うん、それをおののいたりしない、うん、で、いつも通りに自分の力を発揮することができるというのが、まあ、武士の特徴なんですけど、うん、男性のそういう状態にこう目覚めるというかな、覚醒するんですよね、うん、武士との出会いになって、そうなんですよ、そういう旅ですね、ヒーローズジャーニーという神話の研究のですね、うん、スターウォーズなんかも、ね、こう参考にしたって言われてるんですけど、うん、主人公が、うん、ある力によって、ね、うん、自発的にではなく、うん、中は強制的に、うん、旅にいざなわれる、うん、そしてさまざまな試練を乗り越えて、一度は半分死にかけたり、うん、大きな逆境があるんですけど、立ち直って克服するという神話の、まあ、法則みたいなものもあるんですけど、うん、そういうのにも重ねまして、うん、新たなですね、神話の創造っていう形を作ったような、うん、そういう作品なんですよ。で、そうですね、それ今回のこの作品も同じように、うん、そのつながりの中でですね、同じような、その作品、話に出てきたような、うん、パラレルワールドですね。うん、本来、出会わないような人物同士、あるいはその
宗教とか神話自体がもう違う世界観の神様とか、そういったものがこう出会って、ここにこう、一つの目的やミッションですね、そういったある種のこう、その時の神様なのか誰かの意図によってですね、出会ったり、同じ場所に遭遇したりしてですね、で、新たな物語が始まるみたいな、そういうことをこう描いていく神事ってことを、この神話も、あの神曲もパラレラーズシリーズだったというか、時空や時を超えて、このダンテと東洋の日本の武士が出会うっていうストーリーだったってことですね。本来はね、接点がないわけですけど、シュラロに迷ったんで、そこで武士と出会ったり、日本の神様と出会ったりして、それで、この東洋の美意識とか、そういうものに、まあ、触れていくっていうかね。ちなみに、はい、あの源さんは私が映画監督をしておりまして、私が監督をしている映画歳三の刀の主演も演じていただいているんですけど、この映画もまたパラレルなんです。そう、土方歳三さんが150年後の現代に蘇っちゃうシリーズ、あのシーンがあったりして、でそのトリガーとなるのが、彼が持っていた刀があのロシアで発見されるっていうことなんだけれども、なんか実は私この先日源さんにもあの見ていただいたんですけど、ただこの鶴って映画を撮っていて、であのこれも原爆の被爆者の少女貞子がこう現代によみがえって、で福島の原発事故の被害に遭った少年と出会って、旅をする、旅っていうのも沖縄であったんだけど、なんか東京の官邸前に来ちゃったりとか国会前に来ちゃったりとか、そう思ったら今度はイラクに飛んだりとかアメリカに渡ったりとか、なんか場所も時間も自由に思いを持ってこう行動するっていうストーリーで、あれも考えてみたらパラレラーズで、なんかですね、パラレラーズばっかり作ってたことに気がついて、で源さんの新曲パラレラーズなんだみたいなって書いてたらなんか気が合っちゃって、なんかシリーズ書いてる感じになってますね。だから、この作品の中にも、あの、歳三、いつかの歳三も、ちょっとこう、実は出てきたりとかね、どういう関わりになってくるかは、これからまた、あの描いていく中で、明らかになっていくと思うんですけど、まあ、そうやってですね、過去の作品で表現したこととかが、また改めてこの作品の中で、再生されるっていうのかな、なんか結構昔のね活動を反戦とか、そういったものの要素とかも描き込んでいきたいっていうあれもあるんですよね。そうなんですよね。私はイラク戦争中にイラクに渡って、イラクの画家と文化交流をしてきたりとか、実際にアトリエで絵を描いてると銃弾が降ってきたりとかいう中で絵を描いてたりして、でいや本当にすごいんですよ。なんか今でもね、なんかヘリコプターの音で、あ似てるって思うこともある。でも実際住んでる方にとってはねそれ以上なんだけど、でやっぱりつくづくそこで戦争というのは嫌だなって思って、で戦争は人も亡くなるし、
その家に米軍が来て、家のもの持ってって、お父さんを連れてって、あれからもう3ヶ月帰ってこないのとか、お母さんのお話聞いて泣いたりとか、いろいろあと、劣化ウラン弾で白血病になって少年のお話聞いて、一緒に絵を描いたりとか、うん、あと、パレスチナも行きましてね、うん、あの貞子の鶴っていろんな国で上映したんですけど、日本で上映する前にパレスチナの大使館の、ね、代表部の皆さんがアラビア語字幕をつけてくれてね、でパレスチナで上映をしたんですよ、うん、そしたらヘブロンっていう映画館があるところで上映あったんだけど、そしたら映画上映の前の2日前の晩かな、1日前かな、うん、病院でさ、子供病院で27名のイスラエル兵が入ってきて、産婦人科の病棟に入ってきて、で銃弾を撃ったとかいうことがあって、それがあった直後にそこを現場取材したんですよ、はい、そしたら目の前でおじさんを亡くした12歳の少年がもう呆然としてインタビューも何も固まっちゃってね、はい、でその子の周りの壁とかに血が飛んでるわけですよ。で先生がこんなことあっていいんですかとか、病院の先生もあたふたしながらお話ししてくださって、特にその子の顔がね忘れられなくて、後でその子の顔を描きますそこにね。で貞子の鶴を映画作った時もちょうどあの時戦後70年で、はい、カラーの新しいフィルムが米軍の発表で出てきたんですよ。でそれはちょっとお金を払うと借りれたって使用できたので、はい、借りたんですよ、広島市を通じて、はい、でそれ映画で使うのは本当に4秒とかさ、5秒だけど、はい、もう8時間も9時間もフィルムを見るわけですよ。うん、どこを見ようかなって。ああ、その採用して、そう。編集しようかな。そうですね。で、それどういうフィルムかっていうと、当時日本ではさ、広島原爆の記録って日本側が撮ったものはモノクロじゃないですか。キノコ雲とか。はい、その歴史資料として撮ったもの。でももうすでにあの時カラーフィルムがあって、でカラーフィルムを、米軍側のカメラマンの方たちは使ってて、でそれで詳細に被爆者の方のケロイドがどんな感じであったかとか、何色なのかとか、で裸にして、子供もお母さんも赤ちゃんもお父さんもおじいちゃんもこうやって360度回ってさ、記録が残ってるんです。でその中でさ、なんかその子の目みたいなものがすごい脳裏に焼き付いてて、でその顔がね全くパレスチナの子と同じだったの。すべての希望を捨てよってさ、ここに書いてあるそうなんですけどさ、地獄の門の、でも実際にすべての希望を捨てる状況になった子どもの顔っていうものをね、こう仕事とはいえ見るんですよ。で正直しんどっていう感じがあって、でもこれ見るのがしんどいより本人の方がずっとしんどいわけで、で時を超えてもその当事者の痛みみたいなものは変わらないんだなっていうこともすごく分かって、なんでこんなことを繰り返してるのって、いや本当にずっと思っていて、はい、で戦争っていうものやその受ける人たちにとっては戦争で暴力があっても、お父さんがアル中で暴力があっても、貧困であっても、暴力があって希望がない状況っていうのは当事者にとってはなんかこう受ける苦痛は同じだから、その戦争もなくしたいし、その貧困によってそういった状況に訪れにある子どもたちっていうのも、まあ自分が生きている間になくしたいなっていうことを思っていて、というのが私のライフワークなんですよ。でそれをこのアートを作ることによって実現したいなって思っていて、
で、それずっと思ってたんだけど、こんなことできるわけないでしょみたいなことをずっと言われながらも、着々といつか作ってやると思ってて、でそのためにユーラシア映画祭も実は作ったのよ。はい、なんでかっていうと、まあ、どこかの国が偉くて、どこかの国は価値がないよという命の差別みたいなものと、文化の差別みたいなものは、イコールなんですよ。逆説的に言うと、マイケル・ジャクソンが黒人差別を音楽を大ヒットしたことによって克服していたように、それ以前はその黒人用、バスとか、なんかそういうものがあったのがだんだんこうなくなったように、このある種文化からスターを生み出したりとか、なんかこうかわいそうとか、身分がスターとかじゃなくて、かっこいいっていうことになると、なんか時代が進むんですよね。そういうことを常時いろんな国からやって、うん、あれなんかこの国の文化かっこよくないっていう感じをずっとライフワークして、相互交流で作っていれば、それこそがこの平和構築なんじゃないかなと思って、ユーラシア映画祭っていうのも作ったし、で、この後私はこうピースセンターを作りたいんです。世界中に。ピースエデュケーションセンター。で、そこで常時、この文化交流をしていく、うん、このアトリエカフェアルもこの第1店舗目なんですけど、ここから世界中に作るんですね、うん、でそういうステップの中でなんかこのパラレラーズアート、うん、いいかななんて、うん、う世界が通ずる普遍的なテーマですからね。でそうだったらね、人間も気づかないとね。だってそんな戦争なんてしなくても環境破壊とかで水飲めなくなっちゃうかもみたいな局面に何を楽しくて戦争するのかなって、なんかそろそろずっと人間っていうのは有史以来戦争を続けていったわけなんですけど、それをそろそろ克服できんじゃないかなって思ってるんですよね。どうですか？したいですよね。なりたいですか？この道をやっぱり探りたいっていうのが、ね。これ源さん、私の竜かっこよくないですか？どどどんどん。おー、来たしたね。これはいい竜が。シルバーの竜。近寄って見てたいな。いいんですよね。シルバーの竜がなかなかに神々しく。はい。皆さん、これぜひ横浜でね。うん。明日からですね。明日の犯人は実は松本に撮影行っちゃってですね。行けないんですけど、ぜひ。歳三のね、刀の。そうなんですよ。歳三の刀が出てまいりましてね。映画のタイトルってね、同じなんですけどね。そうなんですよね。なんか不思議なご縁で、うん、本物の、うん、歳三の刀が出てきたんですよね。そうなんです。長野で、榊町というところでですね、展示をしているんですけど、佐藤平介さんとおっしゃいますコレクターさんがですね、その刀を持っていて、でそれをね、ドキュメンタリーの映画にするということで、明日撮影に行きます。これがですね、文久3年っていう、土方さんが、ここは東京の日野にあるんですけど、この日野から、今日にわたって、新選組の、京都守護職の命を受けて、副長に就任されるわけなんですけれども、その激動の時に作られた刀で、すごい、なんというかエネルギーがみなぎっている刀なんですね。うん、で、この刀は土方さんから、長倉新八さんに、譲られて、その新選組同士の、この友情の刀でもありまして、どういう解釈をするのかということを、その、様々な見解を含めてですね、文久3年に、田舎から出てきた土方さん、今日にわたって何を思ったのかとか、新選組ってどんなことを考えて、
戦ってたのかとか、なんかそういったことをですね、もう一度この映画の中でも、映画歳三の刀と歳三役を演じていただいた源さんとのこの、ドラマの方でも伝えたいですし、また連動して、ご縁いただいたこの新選組友情の刀というドキュメンタリー作品でも伝えていきたいなって思ってます。根本さんは今回こちらのドキュメンタリーの方ではナレーションを、うん、はい、担当していただくことになりまして、で実際先日この榊町の鉄の展示室に、備前助長を、ご覧いただいたわけなんですが、実際に拝見していかがでしたか？力強い方なんでしたね。うん。なくてね。うん。立ちとしてもともと作られたもので、うん。行けないんですよね。はい。それで、その、やっぱりその、二尺八寸。うん。なんすか、一郎は、その当時、うん。こう、なんていうんですかね。オラオラ感っていうんですか、うん、ちょうどエネルギーのような感じですよね。なんかこう、はい、まあ、そういう感じもあったのかなとかね、うん、あったのかなというか、その要するに、うん、こういう気合いを入れて、うん、なのかなっていうこととかがね、うん、なんかこう想像できるというか、うんうん、なんかこう、その場にこう、居合わせたようなね。だからそういう意味ではね、またあなたはその刀を通して、うん。七郎さんの魂を表現したというかね。うん。みたいな感覚を覚えましたよね、またね。そうですね。実際に昨日で、この間、関電寺の方で、土方さんの歳三さんのお墓に手を合わせられたりとか、その日野の中でその高畑不動に、高畑不動尊にも土方歳三さんの手紙があったり、うん、幼い時からこの歳三さんが柿の木に登ってね遊んだりしてたんですけど、そういった日野でご縁のある場所も訪れていただいて、どう感じられましたか？はい、そのやっぱり小さい頃にね、住んでた場所とか、うん、川とかね、そのまま、そのままというかね、残ってますしね、うん、そういったところも、自分のこう、行くことによってですね、それこそね、さっきの最初に、この話がしましたけど、うん、そのゆかりの場所に行くと、うん、その本人に、遭遇したりするっていうのがあって、うんうん、そういう意味では、まあ、そうやってこう出会ってみたいなっていう、うん、みたいな気持ちを持って、ですね、歩いてきましたね。なんかこう、構想で、はい、この刀も出てきたし、なんかですね、この間、鬼滅の刃の脳を拝見しまして、なんか面白いな、そうそう、お誘いいただいて、関西能楽堂で野村萬斎さんの、ご演出された、鬼滅の刃、拝見したんですけど、なんか歳三の刀が能になっても面白いな、なんて思ったりして、そんな構想もあります、ね。いいですよね。で、そしたら、ゆかりの場所で、この自分はどんな人物だったとか、どんな思いだったのかみたいなことを伝えるシーンが、この能であるじゃないですか。はい。で、じゃあ、高畑不動で土方さんが現れてみたりとか、なんか能ならではの演出があるといいなとか思ってるんですよね。で、この土方さんの今刀の話しましたけど、実は土方さんの刀って日本に4振残ってまして、で1つは京都の霊山寺歴史博物館、そしてもう1つは土方さんの
聖火に光る、11代目金貞、そしてもう一つは佐藤彦五郎さんという土方さんの、兄貴分でおられました。この佐藤彦五郎さんの、ご遺族のもとに、亡くなった土方さんから寄贈された刀があるということで、4振りあるんですよね。そのうちの2振りが日野にあるんですよ。はい、で、佐藤圭介さんも、この刀を今、京都の、ご縁がある、刀剣、の、なんていう、刀屋さんから、譲り受けたものを、最終的には日野に置きたいというようなこともおっしゃってまして、日野でやっぱり生まれ故郷だから、はい、なんか土方さんの刀、はい、なんか今後置くような博物館とか、もしくは日野にもう、日野市のふるさと歴史館っていうのがあって、そこで展示したらいいのかなとか、土方さんの魂がなんか今もここに生きてる感じするんですよね。富士山も綺麗だしね。なんか、ここのアトリエは浅川の近くにあるんですけど、富士山がね、本当にね、朝方になると綺麗に見えて、で、そう、今は建物もあるけど、当時は本当に建物とかもなくて、で、もう毎日雄大な富士を眺めながらね、土方さんって、なんか、豊かに生きてたかなって、なんかそんなことをね毎日思うんです私。だから高畑不動とか日野が出てくる歳三の刀の能を作ってほしい。はい。いいですね。しかも本物の刀とか使っちゃったりして贅沢。それは唯一無二ですよね。はい。はい。農園の時っていうのもですね、うん、鎮魂っていう、まあ、意味合いがあるんですね。うん、ある、例えば、まあ、お通夜とか、まあ、南海とかですね。うん、でみんながこう集まったりして、うん、亡くなられた方のことをみんなでこう話したりするっていう場合もあるじゃないですか。うん、で、その時にこういろいろとですね、その亡くなられた方の隠れた、まあ、知られざる人物ってものとかがある人からこう聞いて分かったりとか。うん、それで、あ、懐かしいね、とか、あそこにそこもあったんだわ、とかってね、話したり、このことを思い出したり、理解したり、そういうことがですね、ちょっと奥義になるっていうかね、そういうのもあって、だから、脳の中で語っていく、で、知られざる側面っていうのも触れてみる。っていうことがですね、お父さんにとっても、うん、こう、いいのですかね、こう、浮かれるっていうのかな、うん。なんかね、忘れられちゃうと寂しいじゃないですか。うん、それを定期的にこう語ってくれる場面もあったりとか、うん、あるいはですね、場合によっては、その、海外でね、講演してあげることによってですね、うん、実は自分もね、外国に行ってみたいと思ったんだよねっていう魂をですね、うん、のお願いみたいなのを実現するとかですね、うん、いうようなことになるんじゃないかなっていう、うん、だから今回のね、このパラレラシリーズっていうのも、うん、そういうのも思いを込めてですね、うん、作っていこうありますね。その貞子の鶴っていう映画を作った時に、佐々木貞子さんっていう実際の記録者の方と、はい、
実話を元にした歴史ファンタジーを作ったんですけど、撮影中に貞子さんのなんか魂が蘇ってきているとか、貞子さんだけではなくて、戦争で犠牲になった多くの方たちは今肉体がないから、なんか思いを伝えるときに何かこう、何か肉体がある人を通じて伝えたいみたいなところがあるのかなっていう感じがして、なんか見えない世界とつながってる感じすごくしました。いたずらみたいに衣装がいきなり消えたりとか、この間そういえばあれが消えましたね。蓄音機、レコーダーが紙かけになったことあったけど、どっかにポッと出てくるかもしれない。なんか、あとすごい頑張って撮影したら、JAL が鶴のマークなんだけど、はい、アメリカのカリフォルニアでも撮影したんですけど、この後すごく頑張って撮影したらご褒美みたいに、私の席だけファーストクラスが当たったんですよ。なんかこうね、頑張るとご褒美あったりとか、これは、あ、もしもし、もしもし、ですね、今ね、配信をしてるからあれなんだけど、でもね、でもちょっとお願いしたいことがいくつか今日もあって、何だったかな。そう、明日から横浜の展覧会が始まったりとか、するんですよね。で、岩崎さんはいつまでお盆休みなのかしら。あ、今日まで？じゃあ今日の夜だったらなんか、事務的な何かお願いしてもいいのかしら。本当ですか？ちょっとだけだったら、まず、木下さん、ちょっとでもこれ配信してるな、だからメッセンジャーで言いましょう。そうですね、じゃあ、今ね、Facebook 見れる？ Facebook。Facebook でね、ライブしててね、絵描いてるんだ。いえいえ、でもいい感じなんですよ、絵が。だからよかったら拝見していただいて。いやご覧いただいて、ね、配信をしながら眠らぬようにですね。明日半日だから絵を描いてるということなんだよね。その地獄の炎、波裏みたいな。はい、うん。そうなんですよね。じゃあ、これは結構、そう、いっぱい書いてるのと、あと、うまいのは AI なんですけど、私よりうまいんだけども。うん。いや、でも AI、すごいんですよ、これ、本当にね、ものの1分で。そう、それをね、キーワードを入れてね。そうそう。あ、今、配信で喋ってもいい？岩崎さん。スピーカーフォンにしていい？そうそう、今ね、その、名前、アイタン、アイタン。ユーラシア映画祭の国際部長のアイタンです。アイタン、すごいね、今。これ、あれになるのかな？動画になるの？すごいんだよ。見える？なんないかな？なんかね、Facebook 見ると、このどんな絵かが出てるんで、はい、後でご覧いただきたいんですけど、なんかすごいいろんなイメージがね、パッと浮かん で、それを見ながら、ちょっと補助的にちょっとぼんやりしてるところとかを書き起こしていったりとか、なんか人類と、すごい面白い。ここで源さん、これ燃えてるのをモスクにしたりとか、戦争にしませんか？ノーマーテンの席。なんかこれが、燃えてるのが、私はモスクとかなんかこう、モスクだけじゃなくて、日本のでもいいんですけど、広島のドームとか。なんかこの、それとかいいかもね。これ広島の原爆ドームにしちゃうかな。で別に戦争って過去のその、ダンテの時代の戦争だけじゃなくてもいいし。地獄に戦場入ったっていいかな、ノーマテンだし。これを、これなんか、そうそうそう、広島の原爆ドームにしちゃっていいんですかね。そうですね。もう今ね、即興的に出てきたアイデアですけど。でもなんかこう、面白いかもしれない。で、この地獄の炎で燃える、
この人類の戦争の歴史が凝縮されてますみたいな、うん、っていうものでね。だからこんなこと言ってると私は岩崎さんに事務的なことを頼むのが脳の余力が残ってないけど、ちょっとなんか何を頼めばいいかもう一回考えてメッセンジャーしますね。あ、ありちゃう、ありちゃう。岩崎さん、あの、メールリストで、会員の人と非会員の人、みんなに展覧会のご案内を送るのと、あ、その文章をちょっと考えて、プレスリリースのやつあるんで、なんか考えてベースを送るんで、それを送ってもらおう。そう、あとね、明日はね、実はね、明日も明日でね、松本でね、映画撮っててね、松本じゃない砂漠町で映画を撮っててね、そっちの方もちょっとやらないとなんですけどね、ちょっと文章を送ってそれを送っていただけたら、ひな形を、チェキラキラと書いていただいて、あの、そうですね、そうですね、なんかその、あの、なんかこう言葉添えていただいてもいいしで、はい、お願いします。ありがとう。はい。あの、アマンプレゼントの方に、あの、ここに来ていただいたんですか。はい。で、観光地で大丈夫かな。あ、お願いしたいですね。お願いしたい。確認されました。しました。ペイジの領収書をお願いできました。はい。あとね、木下さんが実は増額があってね、その分ちょっと、あの請求書の金額増額だったのをちょっと補足して送りますので、はいはい、すいません、助かります、ありがとうね、はい、よろしくお願いします、失礼します。これ広島の原爆ドームにしておこう、うん、こういうアイデアもあるんですね。書きながら、うん、書きながらいろんなことがね、アイデアが湧いてきますよね。そうだね。この間ね、これも書いてたときにね、次から次へと。それがね、物事の始まりの問題。まあ、パラレラーズの。パラレラーズの初代。初代。これおかしくて、うん、私が依頼で受けた絵をなんか時間が取れなくて、なかなか、あとやる気になれなくて、なかなか進まないのに手伝っていただいてね、直木さんに絵を描いて、これが放置されてて見かねて、まあ、私もともと美術大学を出てましたので絵を描けるんですね。でこれを描き始めて、うん、で出かけてたんですよね。そうなんですよね。そう、出かけてる間に、戻ってきたら、この、ご主人さんと神様が。モチーフとかを書き加え。ダンペがいるみたい。誰これ、誰が違う、これは。ベルスですね。ベルス出てきて、まあ、本来これね、システィーナ礼拝堂の、壁画ではですね、アダムと、まあ、ゴッド、神様。あ、そう、これが問題のね、脳が出てきてね。なんですけど、うん、まあ、この、まあ、本当に、今検索してみていただくと、この神のバックにある布がですね、脳の断面に見えるっていう、まあ。本当にこの形が脳みたいで、脳幹とか、の形と天使の足とかがなんか似てたりとかするんですよね。私はこれを、今回のはね、なんか AI のね、はい、頭脳、全知全能っていうのとなんか通ずるなと思ったりしたんですよね。なんかそういう話をしてたら、この AI のミッドジャーニー。なんかこれを書いたら面白くなってきちゃって。で、なんかこれが、エジプトのね、隕石の刀で、土方歳三さんも隕石の刀持ってたりして、って書いたらすごいいい絵になって、むしろ見たくないみたいになっちゃって。パラレラーズのアイディアが、これを書きながら、これを書
からお金ないから早く書くからってもらってんのに、なんか一生懸命書きすぎてこれを売りたくないでみたいになっちゃったんでね。あのモナリザのようなレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザも依頼で書いてるんですけど、生涯、まあ、依頼主に届けなかった。でもそっくりなやつをもう一枚書いて、あ、そう、同じ絵をもう一個書いてなんか渡したんですけどね。そう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 。だからね、時空をこれで飛び越える感じとかがなんかいいねみたいになって、で書こうっていうことになって、そうですね。それでこの絵の中に、まあ、ちょっとトリックというかそれがあるんですけど、本来この神様っていうのは、まあ、ユダヤ教とかキリスト教とかでいうその唯一神、一神教の神様のはずなんですが、これ登場しているのは実はこれゼウスなんですね。で、ゼウスを表しているのはこの雷とか、あと和紙が書いてあったりするとゼウスを表してたりするんですけど、それアトリビュートっていう。でもこれ全知全能の、あれ違う、そうか、全知全能のっていうのは後で加えたんだけど、でももともと脳が書いてある。このね、このシスティーナ礼拝堂に、このミケランジェロが書いた、その布がもう脳の断面になってるんですけど、まあ、私はそれをこうゼウスに置き換えて、雷の神様っていうことと、あとは、このね、都市層っていうのは風を感じるぞというのでね。入室書政府っていう言葉が残されてて、榎本武明さんが土方歳三さんを称して書いた言葉なんですけど、入ってくると風を感じるような爽やかな男だみたいなことを、部屋に入ってくるとドロドロした軍国会議をしてても、軍会議をしてても爽やかな風でさらっと入ってくるっていうことを書いてるんですけど、まあ、その風っていうのと雷っていうので、まあ、こう自分の中では風神雷神みたいな意味合いも込めていたりするっていうね、うん、このなんかこう、もう依頼を受けた絵なのにいろいろ勝手に連想ゲームのようにねで、これがあの隕石の刀なんですよね。そうなんですよね。でそこからビビビってなって、またこのエジプトの隕石の刀に、はい、まあこうつながったりとかですね、うん、まあ、それがその本来、まあ、全然関係のないものが一つの絵の中に登場して、うん、っていうのがそのなんかパラレルワールドで、うん、がこう平行して交わりはない平行線がこうこう重なってくるようなっていうこの瞬間がなんかパラレってる、うん、パラレってるってね、パラレラっていう、だからここに登場しているキャラクターたちは皆さんパラレラーズなんですよね。そうなんですよね。パラレラーズっていう概念が面白いなと思って、でちょうどジョースターさんのイベントで増山さんパラメーてますねって言っていただいたのがすごく嬉しくて、パラメク、メクっていうのはなんか動詞そのようだっていう設備語なんですけど、きらめくみたいな感じもあって、でそういうふうに言われた後に本当に出会いの速度が早まってて、こんなことをしたいなとか、こんな人に会いたいなって思うと、なんか道歩いてたら会えるみたいな感じになってきて、これは本当に毎日パラメーてるなみたいな、なんか感じがしてきて、でその感覚をちょっと、絵の中に入れていきたいんですよね。でまあちょうど時代的、あとこの全知全能の脳がのあるっていうのも不思議なこと で、しかもですね、今回の山川博先生っていう人工知能を開発されている先生のと、あのね、記者発表ということで、対談も16日に神奈川県民ホールで行うんですけど、それで私、東大で2020年に行われていたこの人工知能のシンギュラリティの講演会の、撮影をしていたんですけれども、仕事としてね、そうですね、東大様からご依頼を受けてユーラシア映画祭で撮影をしていたんですけれど、その映像なんかもう一回見直したりしたら、なんかすごく言ってることが響くんですよね。で
山川先生とまたお話ししたいなと思ってお声掛けをしたら、で先生の最新のご講演の映像を送っていただいて、それを見てたら、なんと人間が存続するためにはもはや人工知能をやその、宇宙人、と知的生命体と宇宙の他の地域にいる知的生命体も含めた人類っていう感覚を持たないといけないんですよっていうことをおっしゃってて、でなおかつこの知的生命体人工知能というのが南本さん、はい、同じこの先生こうおっしゃってて、同じ時に宇宙戦争があるというような概念があるが、これは間違っていると。なぜなら知的生命体というのは時間を超える性質を持っているので、で同じ時間で勢力争いなんて消耗戦するわけないって言うんですよ。パラメーテルんですよ。知的人工知能は時空を超えるんですよ。これ2つが重なっちゃって、これはすごいなっていう。どういう、ねえ。その詳細は16日に、私も16日は神奈川県民ホール行きますので、伺いますので、皆さんぜひですね、いらしていただいて、で、このテーマは今もう最も語るべきことなんで、みんなぜひね、会場で質疑応答タイムとかあるし、このパラレラーズシリーズ、なんかゲームにもしたいし、NFT にもしたいし。なんかどういうふうに展開してるのかなと思ってるんで、じゃあゲームにするの自分手伝いますよとか、うん、もうみんなで一緒に遊んじゃっていただけたらなと思ってて、うん、なんかこれいろんなことできそうですよね。そうですよね、うん、そうなんですよ。だから AI にお手伝いいただいて、これアシスタントみたいな感じでね、うんうんうん、あのコンセプトとかテーマとか、うん、こういう絵を描きたいなっていうのを入力すると、AI がまず、ざーっとこう1分ぐらいで描いてくれますね。うんうん、で、それに、その、顔とか描いてないです。これ、本当は、ね、顔が真っ暗だったんですよね。で、これを松山さんご自身で、ね、ちょっとまだもうちょっと描かないんですけど、描いたり、こっちもね、このダンテの頭はなかったんです。うんうん、頭とかが、なんか切れてること多いんですよね。なんかこう、全部、書けないの。書けない。だから、急いでるから。詳細は書けないですね。こう夢の中でぼんやり見て、うんうん、顔がよく見えないなみたいな感じに書いてくれるんですね。うんうんうん、その細かいところは書いてあげる。うん、だからこの七人とか、うん、あのキーアイテムは、うん、あのこちらで書いてあげないと出てこないんですけど、うん、そういうところは、うん、よくね、あの工房なんかでね、先生は目だけ描くとかね。龍の目だけ入れます。お弟子さんが全部ほとんど描いて、はい、あとは、じゃあ先生は最後に目を入れるぞ、みたいなね。うんうん、あのゴルゴ13なんかもね、そういうふうに描かれてたって。斎藤孝夫。斎藤孝夫プロ。プロ。もうね、それはもう、ね、工房としてあの成立してますからね。うん、で、あの、これもう、今の最近の話じゃなくて、うん、それこそね、あの昔からそういう、うん、この絵の具の溶き方っていうか、ね、絵の具の作り方から教えるっていうぐらいに、うん、ことがあったり、うん、あるいはあのレオナルド・ダ・ヴィンチもね、うん、あの天使をお師匠さんと一緒に天使を描いたら、うん、それを見て筆を折ったね、師匠が筆を折ったっていう、こういう逸話もあるぐらいですから、うん、昔からあったことを、うんうん、AI と共に、うん、AI を、まあ、工房のスタッフとして、あるいは、まあ、うん、なんていうんですか、そういう、うん、まあ、スタッフでいいのか、うん、職人さんとして、うん、我が社の、我が工房の職人さんとして書いてもらって、うん、で、主要なところは、うん、人間が書くと、いうね、保管体制を持って、ね。そうそう。そのなんかこの見切り方っていうのが私、皆さんすごいなと思って、日本の人って負け戦なのに頑張っちゃうみたいな。てか負けていることを認めたくないみたいな。そういうメンタリティ結構あると思うんですよ。
第二次世界大戦中もなんかみんな芋とか食べてもなんか売るやかんもないのにみたいな状態でまだ突き進んでなんか負けてるっぽいけどでもラジオが勝ってるって言ってるしみたいな感じでなんか突き進んでしまうことによってなんかこうやめておけば止めて守れる命もあったかもしれないけど、なんかあれは作戦ミスだったと私は思ってるんです。亡くなった方に対してはもちろん追悼の意味とかあるんだけど、自分も小さいけどさ、一応こう、法人代表とかさ、こんなさ、コロナで大変な中さ、やりながら、なんとか沈没しないようにっていう、このね、舵取りする立場でもあるから思うんですけど、なんかこう、負けをすぐ認めるっていうかあこれはもうかなわないなっていうのが即時に決めていやこれは戦うんじゃなくて組まないとみたいなその決断の速さそれはすごいと思ったんだよね。負けを認めるというかあの素晴らしいものがあったら要するにね今この AI がこんな絵を描けちゃうっていうことによって、うん職人さんというかですねまあ、例えばそう小説の挿絵を描いてますとかね、いろんなイラストレーターさんとかが仕事を失ってしまう、駆逐されてしまうっていうふうに、もうざわついてるんですね。まあ、失うよね。だって、まあね、ほぼ無料でさ、描いてもらうこともできちゃったりも。まあ、そういう恐れはある中で、うんまあ、でも思ったような本当に完全に思ったようには変えてくれないんで、うん、そこまではまだ至らないと思うんですが、うんまあ、それに対してですね、うん脅威に感じる部分はもちろんあるんですけれども裏返してみれば、うん、あの味方についてしまえばとても頼りがいのある人物、うん、っていうかまあ AI であったりするっていうのは、うんまあ、私はその武学っていうことをやるのかしもたびたび起こる出来事で、うんまあ、ライバルみたいに思ってると、うん、もう超えられないような、うん存在っているじゃないですか、うん、もう先にもっと進んでるっていうかこの自分がこれから、うんそうなっていきたいなって思ってるような存在であったり、うん技術が自分よりも長けてるような人、うん、そういう方をライバル視するんではなくて、うん、もうむしろあの、うん、出演していただいたりすることによって、うんそうするともう、うん、その私が表現したい内容っていうのは、うん、もうその方の力をお借りすることによって実現するわけですよね、うん、だからその表現という中では、うん、別に全てを私が演じなくてもいいんですし、うん、それはだって黒澤明だって、うん、三船敏郎のような演技ができるわけじゃなくて、うん、そういう演者さんの力を借りるのがもう当たり前のことですよね、うん、だそこを割り切ってというか、うん、あの視点を変えるとピンチがチャンスになるっていうことですね、うん強調したいところかなとだからそういう意味でもですねこの AI っていうのが、うんまあ、今戦争でも使われたりしている中でですね、うんもっとこう平和的なことであったり世界が良くなることを伝えるっていう側面をもっと強調していきたいなっていうのもありますよね。うん、そうですね。AI のその使い方というか、うん、その共存の仕方っていうのを、うん、こうアート表現でも体現していけたらいいなっていうところありますよね、うん。すごいですね。これ今見たら。この絵の中でも結構ハイライトっぽいこうきらめきがあるところに青を乗せていくっていう ね、いいんです大胆だなと思いつつも、うん、これまたすごいそこに青空が時空を超えて時空を超えてパラレラーズは地獄の門なんだけどそこからふっとなんかこう空間にヒュッと行くんですよ竜みたいな。で、そこにやっぱ広島の原爆ドーム、反戦っていうことですし、世界中でいろんな戦場があるんだけれども、こうなんか私、今の目線は、200年後の火星に住んだ人類たちが、
地球という星でどんなことが起こってたかを子どもたちに教えるみたいな、そんな時にやっぱり象徴的な戦場は広島の原爆ドームだから、で背景に浮かび上がってやっぱり夏の8月の空の中で浮かび上がる原爆ドームを、私今後ちょっと宇宙で子供を見たいと思っていて、宇宙、はい、宇宙に子供を連れて行きたいと思っていて、うん、でその時唐突かなというかその、はい、子供、はいはい、でその時に宇宙時代になった子供たちに何を教えるんですかっていう教科書を書いてるみたいな気持ち、はい、でだからその戦争の記憶の盲点だからと思って、ここに空を描きたくなっちゃって。なるほど、それで。そう、源さんはすごい、すっごい丁寧にこう、死体をね、サイズやったりするんだけど、私、割とこう、ノリでやっちゃうところだって、計画しても計画にいけないもんで、そこで。東海王ですよね。東海王なんですね。でも、そこは、ある意味、あれですよね。その、いいバランスっていうか、そうですね、ですね、私がせっかく緻密に描いた下絵を空をグラデーションするために全部消しちゃったんですよ。これぐらいもう全部リセット。ね、なんかすごい豪快だなと思って、だからもう秩序がね、なんだと思って、そうそう、もう秩序を破壊するっていうかね、そうすることにまた絵がまた変わっちゃうっていうね、うん、すごいですよね、そのね、空気の読まなさ、空気は読めてないですよね、ね、あ、それはね、読めないかね、いや、それはもう読めてない、読めないか、もう皆さんご皆さんご存知の通り、もうね、空気だからね、それ空気を読むのは難しいですよね。難しいですね。ここはね、だからもう、どうなんでしょう。それはそれでもう、そういうことを、うん、むしろ活かせるような世界、うん、状況の中に、うん、身を置く。作る、そうですね、それを、喜んでもらえるような場所、そうですね、やっぱ芸術家でやるっていくですね、うん、新しいシーンを作っていくって感じですかね、そうですね、やっぱりこういう今変革を求められてる時なのでね、うん、こういう時にはこの実力もう壊してしまうっていうね。この秩序がもう使い勝手が悪くなるというか、そうそうそう、使ってしまうわけですよね。この現代の常識みたいなものが、もう破綻しているような、ね、破綻しているので、そういうものをやっぱりどこかでは皆さん気づきながらも、無理やりこうつじつま合わせようとしたり、うん、その模索するわけですよね。でももう いよいよ、辻褄がしわ寄せがあまりにもこう寄ってしまったような状況っていう時に、こう何かね、変革のきっかけになるのもこのアートでもあるんじゃないかなって思いますよね。そうですね、やっぱり今ルネッサンスっていうか、アートというのは、私が考える芸術というのは、次の時代の概念、哲学、デザイン、そういったものを、ないものを言語化する。言語化する前に、まず視覚化する。そういった、なんかこう、ない概念を作っていくっていうのが芸術の仕事だと思ってるんですよね。なので、そういう意味では、ものすごい芸術家のやりがいがある時代で、全部変わるんだもん。ワクワクしますよね。そうですね。はい。新しい時代のスタンダードを作るっていうか、
うん、なんかそれが意外と私はずっと忖度もできないし忖度もうちょっとしてくださいいや、まあ、しなくてもいい、ね、もう、うん、まあ無理してっていう、まあまあ、少しとくはそう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 ね、配りね、そうね、配りという言い方であればそっちはあの やれるに越したことはない部分もありますね。うん、なんていうか、その、なんていうか、ずっとお金儲けとはまた別のね、はい、生き方をしてきたわけなんですよ。うん、まあ、その割はガツガツしてんだけど、だからこそガツガツしてて、なんかこう、なんていうのかな、長いものに巻かれないで生きてきたんですよね。うん、で、そしたらなんか長いものが変わってきて、で、実は自分が見てた方向の方が長くなってきたみたいな感じなんですよ。おー、それ面白いですね。うん、で、どういうことですか？いや、私はその目の前の価値の目の前、短期間の価値ではなくて、もっと長期間の軸での価値を、に重きを置いていたんですよね。だから、目の前でお金、札束積まれても魂は売らないでっていう感じで生きてきて、うん、でジャーナリストとしても、まあ、危険な取材をしたりとか、でもやっぱりなんか報道っていう概念そのものがちょっと狭いし、型にはまってる気がするみたいな気持ちにして、やっぱアートかなみたいな感じでやってて、ただ常にあるのはやっぱりこう、弱き者の立場をきちんと声にならない声をむしろ形にする。だって声になる声とかは誰かがやってくれるんだから、当然その人たちが表現できないことで自分が聞こえたものを形にするんだみたいな、そんな気持ちで活動してきたら、はい、それは金にならないでしょみたいに切り捨てられてきたんだけど、あれって実はなんかそっちの方が時代が変わっていくときにすごい求められてるのかなみたいな、まあ、具体的に言うとすごい最近まあ依頼お依頼増えたりとか、すごい映像の仕事とかね、なんかバンバン来ちゃったりしちゃって、絵の仕事も多いんですけど、うん、映像も多いですね。明日も撮影だしね、うん、なんかすごいこういったお声いろいろスケジュール入れすぎで、もうあの人工知能がもういいから人工知能スタッフでいいから大丈夫、それもあってだから本当スタッフ手が猫の手も借りたいって言ってるような時にまあ私も手を貸した方なんですけど、はいね、そしたらこの AI が出てきたんですよね。そうだよね。で、それをもう本当にそれがもう、うん、なんていうの、いい見方としては見えないっていうかね。いや本当に感謝してますね。そういうふうに側面から、うん、なんていうかな、もちろんあの危惧はしますけれども、うん、そのアプローチをね。うん、で、それをただそのままじゃなくてですね、うん、人間の、うん、が手を加えることによって、うん、このまあ、ただ美しいだけじゃなくて、その崇高の領域にまでですね、うん、するような、芸術として、うん、完成できればっていうのが、うん、このプロジェクトの、まあ、思いですね。あとあれですよ、メイドインジャパンの、ジャパニズム要素を含んだ、はい、このミッドジャーニージャポニズム版みたいなものを作りたいですね。これ今あの英語でこう書かなきゃいけないっていうのがまずあるのと、あと、ね、そう意外といろいろ和のこととか宗教言語とか知らなくて、弁財天って書いたら弁財天のこと全然ミッドジャーニーちゃん知らなくて、あれちょっと勉強不足なんじゃないっていう感じが出てきたのがだいぶね、本心感な本心感で、だからこれ日本的な東洋的概念とか、あと東洋、この私はユーラシア以外でいろんなこの中近東とか、あとアジアとか、そういった国々の芸術も今後紹介していったり、今までもジョージアの映画祭やったりとかしてきたんだけど、そういうなんかローカルなこう雰囲気も含む多国籍文化を盛り込んだような、なんかこう美、それぞれの国の美っていう美が少しずつ違うから、
その美しい黄金律なんかも、日本の黄金律と西洋の黄金律とちょっと違うんですよっていうことを皆さんが、お貸しいただいた本に書いてあったんですけど、そういった概念が詰まったような自分たちのオリジナルなミッドジャーニー的なものを作りたいなと、 AI の画像生成 AI を作りたいなっていうのがあって、で私は毎日ちょっといろんな方を口説くのが趣味なんですけど、16日は山倉先生を口説いてこの人たちが面白いなってことになって、やっぱこの画風がさ、ね、ミッドジャーニーはミッドジャーニーの癖っていうかさ、うん、ありますよ ね、 よね。で、うんうん、これが必ずしも、うん、その日本的かとかね、うん、だからもうちょいこうあれですよね、うん、あのもう一つドリームっていうアプリだとね、うん、あのテイストを変えられるんですけど、でもテイスト変えてもやっぱりなんかアメリカっぽいっていうか、まあ確かに確かになんか料理の味付けもちょっとアメリカっぽい感じあって、なんかそれはもうちょっと和テイストに醤油味も含めてみたいな、和、うん、ってやっぱ美味しいんですよね。その日本酒一つにしても酵母菌が数百倍ワインよりいたりとか、うん、で宇宙時代で一番重宝されるのは元気な酵母菌とかだから、うん、和的なこう 微生物たっぷりのね和っぽいこうアートを AI ちゃんが書けるようになるように、なんか教えて差し上げられないかな。まずはね、うん、まずは AI をに教育の勉強してもらうっていうのがありますからね、私たちが教えられるところと AI ちゃんに教えてもらうところと両方なんですけどね、なんかこう美大の同級生みたいなそんな気持ちで、でそこに東大でもあの活躍されてる山川先生のその、実際の人工知能開発と一緒の研究者とアーティストのプログラム開発なんかできても最高だなとか思って、で源さん その体得された武術の身体のこう、重心のかけ方だとか、うん、そういうのもおそらく全身のデッサンの作り方とかで関わってくると思うんだよね。確かにね、時に、うん、やっぱりその武士 の姿勢とか、うん、体重の、ね、置き方とかっていうのもだいぶ違うんで、うん、そういうことも踏まえた、うん、ものをね、うん、なんか作ればいいですね。北斎と一緒に作れたら最高です。だから藤井久志先生にも相談したりして、ほとんどことできたら、ね、いいなとか思って、だんだん北斎がどんどんいい感じじゃないですか、これも。いい感じじゃないですか、人類のアーカイブ。アップで、アーカイブで皆様にお届け。じゃーん。夏といえば、やっぱ広島のね、原爆。今年は行けなかったけども、ただこの鶴を撮影して、広島のね、平和記念公園では、いつでもただこの鶴見れるんですよ。あそこのアーカイブに入ってるから、皆さんぜひご覧いただいて。で、松山さんの映画ってこと？そうだよ。そうなんだ。これはすごいことですね。もっと宣伝した方がいいか。公式、公式コレクションになってるんだよ。で結構。そう、だから外国人の方が見れる。英語もあるから。あれ、すごいですね。そうなんだよ。そうなんです。大切なことだもんっていうのママの約束で。ああ。あーちゃん、大切なことだもん。言ってた。そう。うん、戦闘も原発も何も起こらないちょっとしたたったらな感じでね。はい。言ってましたね。そうなんですよね。母として約束を守ってるんです。うん。大切なとこだもん。で、やっぱりこう、感染、平和を作るときに日本人のこの、一神教じゃない概念っていうのが多分大事だから、やっぱり日本から侍が平和を作るみたいなことが、ちょっとこのようにできていけたら、楽しいですよ。お腹すきましたね。
ちょっと配信を貯めてカレーを食べようかな。そうだろ。配信しながら食べ、でもみんな配信してるけど、全然何にもコメント読まなくてすいませんでした。あれ？あ、コメント来てるの？来てるかな？どうなんだろう。ちょっと全然見てなかったな。なんか消すとこじゃない。そうだね。ごめんなさいね、皆さん書いていただいてたら。よいしょ。リアクションしました。あ、ケイケさん、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。ケイケさんね。ケイケさん。お会いするんでしょう。そうなんですよね。お腹ペコペコだからそろそろ一体ちょっと止めてもいいかな。ちょっと一旦止めて食べよう食べようかなって思って皆さん。はい。どうですか、宮本さんの方は。そうですね。まず、この。どんな気持ちですかね。七等書いて、で、ここの、まあ、手はちょっとこれからですけれども、うん、大体こんな感じに、うん、手が。あと、肩が、これ、ここと、ここと、ここに、なんか、なんかもうちょっと、私考えると、これ見れますかね。うん、この、ここに、ここのぐらいだと思う。あ、もうちょっと、ちっちゃい。拡大しちゃう？そう、なんかこう、だって、こういう、千手観音的になるわけだから、位置がここです。でもここにさ、こういうふうに手が出てもいいんでしょ？あ、そうか、そしたらこのぐらいか。だからこの手前の、うん、なんかこう千手観音だとこう手合わせてる真ん中の手があるじゃないですか。うん、で、まあ、それが剣を持ってるようにないんですね。他の手はまあこういうふうに入ったり、うん、ここね。で、ここはここででもなんかもう一個手がありそうな感じになってるね。あ、手出てきた。あ、それ手だ。じゃあそう。だけど、そうするとこれは何なのみたいな。一瞬着物のあの袖のたもと、まあ、えみちゃんなかなと思ったんだけど、ここにちょっと手があるように、でもぼんやりしててよく見えないんですよ、これ。だからこれを読み解くというか、解釈を、これはね、あの振り袖みたいなものなのか、はたまた手がこう生えてる、ここに手がある、ね、なのかっていうのは、この人間が解釈して、具体的に描いていくっていう部分ですね。夢みたいな感じなのかね。なんかいろいろ何を書いてあるのか、AI ちゃんもわからぬものをワンワンって書いてるよ。ここ金魚みたいで、私後でここで、その海の汚染とかで気づいて。確かにこれ金魚に見える。これ金魚だ。これ金魚だね。金魚で。目で。そう。背びれで。そうなの。なんかね、いろんな金魚見えますかね。なんかね、そうそうそう、確かに。空見てると、その、この雲が何に見えるみたいなのあるじゃん。あ、竜に見えたりね。そうそう、そんなような感じで、AI ちゃんのアイデアから、なんか抽出していくっていうのは、面白い。なんか、トンボのように見えたりね。うん。なんか、生き物は、極楽トンボみたいな、なんか、虹色のトンボのように見えたりするんですね。え？これは尻尾でさ、あ、本当だ。虹色トンボだ。これは何だ。いいですね。目みたいなのが。おお、ちょっとじゃあ、どんな風に仕上がるか、今日ご期待ということで、配信ご視聴いただいてありがとうございました。ではでは。